こんにちは、38歳ゆかりです。今日は2021年バッグの中身を紹介したいと思います。今よく使っているバッグはこちらのフェンディのバッグです。結構丈夫で硬くてしっかりしててずっと使えるなと思っています。型崩れしづらい形ですし、しっかりとした作りになっています。結構入りそうに見えるんですけど、中はあんまり入らないです。革がしっかりしてるのでたくさんは入らないですね。たくさん入れると本当にパンパンになってしまうので少しなんですけど、必要最低限のものが入ります。化粧ポーチ、黄色可愛いんですよね。お友達からいただきました。入っているのはこの塩のファンデーション、エトポスの同じ塩のコンシーラー、あとはシンガポールのドンキに持ってたんですけど、前髪クリップ、すごくね、うねうねしちゃうので前髪があんまり決まらないので、お直しの時には使ってます。リップはリップスリーピングマスク、ラネージュ、ちっちゃくてリップとして持ち運びやすい。皆さんね、大きいサイズ使っている方多いと思うんですけど、結構この小さいサイズ良いです。4色ぐらいあるのかな、4つの香りがあったと思うんですけど、大きい他の香りに試したいなと。香水も今は小さくてベルサーチの香水です。爽やかで華やかな香りです。ちょっと語彙力ないかな。いい香りですよ。でリップのお直しで、ちょっとピリピリするタイプのセフォラをね、今ちょっと漁ってて、見て可愛いクラゲなんですよ、クラゲ。で、このアイライナーすごく細く描けるからおすすめです。こちらカリプソマジックライナー BR、 アイラインだけ消えやすいんですよね。なぜか暑いからなのか、いや冬の日本でも私の肌はアイラインが消えやすいんですよ。なので持ち歩いてます。私シンガポールに住んでるんですけど、シンガポールで東急ハンズもあったんで、ハンズでプチプラコスメもあったんで、あ、よかったなと思って安心してます。いろいろと日本のものが多いですよ。あんまなんかこっちは独自ブランドっていうのがまだ掘れてないのが少ないみたいで、いろいろ掘ってみたいですね。掘ってます。でリップ2種類入れてます。学校色、スックのコンフォートリップ、フィールドフォグ、ピンクっぽい爽やか、中でもね、ちょっと黄みが入ってるんで、もう黄色の服でも使えるんですね。ちょっと犬に噛まれてるんですけど、トム・フォードの、リップカラーマット100使いまくってますね。まあ必要最低限の直し道具でした。こちらと財布は去年の秋くらいかな、新調しました。ポエベ、いろんな色があったので、まあ、悩んだんですけど、その時はすごくシックな色が好きだったんですよ。その時でも、ね、自分の中のマイブームになって、ちょっと小さい先生で、今はね、シンガポールのお金と日本のお金がまだ入ってます。そもそもね、カードしないですよ。こっちの電子マネーカード、電車になる時に使うのかな。あとこっちの証明書とかクレジットカードが何枚かと、あと部屋の鍵が入ってます。財布ポエベ、すっごい柔らかくて使いやすいです。このポエベの財布で充電器、今撮っているスマホ2台で撮ってるんですけど、そのね、2台使いしながらの充電器で、まあ2台入れたり1台入れたりして、あともう一つ、これはもうね、これもスマホみたいですけど、これも入ってます。めちゃくちゃ高速充電できるんです。気軽みたいに気軽に、おっとり穏やかなんですけど、結構早く物事が進むの好きなので、もう高速充電できるので、これはすごい好きです。カリパク、旦那さんのカリパク、はい。で、あとスマホ2台っていう、ちょっと少ないですよね。なんか参考になることあるかもしれないんですけど、このね、バッグ、フェンディと、これはロエベのチャーム、お誕生日に頂
にふわふわしたものを、はい、つけられます。全く、ね、日本では参考にならない。